スリランカ。どこまでも温かい人々のもてなし。豊富な種類の鳥と動物が生命を謳歌する深き緑。そして古の栄華を思い起こさせる世界遺産の数々。歴史と文化を守りながら自然と共に生きてきた人々が暮らすこの国は、インド洋の真珠とも言われます。ここはスリランカの国会議事堂。1985年コロンボ市内からここスリ・ジャヤワルダナプラ・コッテに移され、以来この地がこの国の首都となっています。コロンボ市内から世界遺産が集中している文化三角地帯へと向かいます。ここはスリランカの最も古い都、アヌラーダプラ。仏教が伝来した当時の都であったため、今も数多くの遺跡が残されています。スリランカ全土から巡礼に来た家族連れ、真剣な表情でお経を読む修行僧、木々の間では猿が戯れ、牛が悠久の時の中を歩いて行きます。世界遺産ダンブンラ石窟寺院の近くの湖、カンダラマ湖。正面の山々は兵士が頭を左、足を右にして横たわっているように見えるところから、スリーピングウォーリアーと呼ばれています。スリランカの内陸部はこのような森林が広がり、ここから南部に向かうと2000メートル級の山々が連なります。その標高と気候を利用して紅茶の栽培が盛んに行われています。世界遺産シーギリア。その岩山はジャングルの中に突如として姿を現します。周囲の緑とはあまりに対照的な赤褐色の岩肌は、空に向かってほとんど垂直に切り立っています。かつて僧侶の修行の場所として使われていたこの岩山、驚くべきはその頂上に華麗な王宮を建てて住んでいた王様がいたという事実です。5世紀、父を殺し強引に王の座についた若き王子は、弟の復讐を恐れてこの狂気ともいえる城を築きました。しかしその後、この宮殿は自然の中に埋もれていくことになります。この天空の城が発見されたのは、王が死んでから約1400年後、19世紀の後半のことでした。最古の都、アヌラーダプラに戻ります。ここは2500年以上も前に都があったところ。その文明を象徴するように町のあちらこちらに点在するダーガバと呼ばれる仏塔が、天に向かって壮大な姿でそびえています。その中でも最大級のダーガバ、アバヤギリ大塔。
わずか10年ほど前まではレンガの隙間から雑草や木々が生い茂り、ほとんど廃墟のようになっていました。現在はユネスコの修復作業により、かつての美しい姿を取り戻しつつあります。紀元前1世紀に王の命により建立されたこの塔は、当時高さ110メートル、現在でも75メートルあります。ここはかつてスリランカにもあった大乗仏教の総本山。多い時にはこのダーガバの周りで5000人の大乗仏教の僧侶が学んでいたといいます。しかし12世紀にそのような僧侶の多くが殺され、その後スリランカから大乗仏教は姿を消すことになります。こちらはアバヤギリ大塔とそっくりに見えますが、ジェータワナラーマヤと呼ばれるダーガバです。西暦275年から301年にかけてスリランカを統治したマハーセーナ王によって建てられました。そしてこの王もまた大乗仏教を保護したと言われています。またこの王は各地に16箇所の貯水池と2つの運河を作りました。この時代にこれだけ大規模な灌漑施設が作られていることからも、かつてのスリランカの文明の高さがうかがえます。アバヤギリ大塔のほど近くにあるサマーディ仏像、4世紀に作られました。向かって左から見ると穏やかな笑顔、右から見ると悲しい表情に見え、ブッダの気持ちの二面性を表したものだと言われます。こちらはスリーマハーボダイジュと呼ばれる木。ブッダが悟りを開いたインドのボダイジュの分け木を植樹したもので、特に柱で支えられた部分は樹齢2000年以上と言われます。巨大なブッダの涅槃像があるお寺、イスルムニア商社。紀元前3世紀に岩山を削って作られました。この寺院で発見された恋人の像は、男女の恋物語が描かれているといいます。男女の性に厳しい上座部仏教がこのような像をお寺に安置するとは考えにくく、ここにも大乗仏教の影響が感じられます。